はい、いい天気ですね。今帰ってきました。ちょっと郵便出してきましたね。国体の仕事全部終わりました。これ朝ごはんですね。まだ俺食べてないんだよな、朝ごはんな。それで、帰りにスーパー行ってきましたね。スーパー寄ってきたでやん。こういうのね、やっぱり安いのをこう見て買ってこないといけないから、仕入れってのは難しいよね。これほら、豚のバラ。お、落ちた。これなんか珍しい白って言ったから買ってきましたね。割れた？まあいいや。これマヨネーズ128円。これ安いよね。びっくりしました。買いましたね。それで、何作るかな。これ牛肉は、なんだっけ、あれしますね。牛丼にしますね。でも今日はまあ牛丼じゃないんで。やっぱ、今日はね、おでん作ろうって話になったんですよ。そう、おでん作るとなったんだけれども、どうもつみれみたいなのうまくねえよね、みたいな話になって。あとパンも食いたいんですね、腹減ったから。まずはパンを食うですね。それこれ、これ挟んで食うんですよ。で、スライスチーズを入れてんで、ねえぞ、おい。え？スライスチーズ買ったと思ったのに、ないの？ないの？いや、そんな食えるわけないよね。え、チーズなきゃダメじゃない？このハムだけじゃダメだよね。チーズないとダメだよね。チーズないよ。なぜ？チーズがとろーって溶けるのがいいんだけどさ。ねえ、やっぱり。まあ、なかったらないでしょうがないんだよね。困ったね。ハムだけでやる？いつもここは、あれだよね、考えどころだよね。何を使うってね。ないね。イカはなくて、チーズは。チーズなくていいか。後で出てくると、こんな小尺なことはないね。わかめ、これなんだろう。これ違う。あ、これ餃子の皮だよ。みかん、かぼちゃでしょ。かぼちゃ。これあれです。わらの入ってるなってね。あ、いました。発見。ね。まずこれ作るのやるんですね。バターで焼いてやって、美味しく作りましょう。それでおでんだな、おでん。おでんって言ったら大根でしょ。大根を、まずは大根の下茹でからしてみましょう。これ一番時間かかるからね。大根は下茹で、ゴーゴー。大根下茹でして、どれで大根下茹でするかな。やっぱ、これはまず味噌汁をかけてみようね。実はね、うまいの。これ夜の分がね、できますよね。夜の料理の分がね。で、ゆで卵をね、こう煮て、この煮立ちしようか、大根。もう今の季節の大根うまいからね。やっぱ昔大阪に住んでた頃、九州の出身の女性がいて、まあ、特に何もなかったんだけど、さつま揚げを自分で作るっていう話になって、
へえ、そうか、そうだよねって感じでね。で、俺もいつかやってやろうじゃないのって思ったんですよね。ずいぶん昔の話です。結婚する前ですけどね、20何年前だ。懐かしいね。いつの間にかこんなじじいになったしよ。そんなじじいじゃないよね。これでいいかな、おでんな。ここまで割ってやろう。ちょっと今日のおでんは一味違うでって感じですね。大根はそのなんていうの、だしとかなんかうまい味をこうね中に入れてってありますから、ゆるゆるとね見てあげましょうかね。で、うで卵おっぱいやっぱうで卵も割っておきましょうかね。でもうで卵割るのに時間あるからね、いつでもいいんだけど、焦って割ると、おや、お前が来た。これ匂いが相当するんだろうね。もうゆで卵割り出すと来るよね、まゆちゃんね。ほら、まゆ来ました、こうね。ごめんな、まゆ。ダメだよ、朝あげたでしょ。まあ、ゆで卵をね、割っておきましょうかね。あ、すごいね、人間でもなんかゆで卵の匂いだってわかるもんね。ほんで、これで、煮えたら、イワシのつみれをね、作ります。イワシつみれ。イワシつみれだから、これ揚げないとダメだね。これちょっと大騒ぎだぞ、これ。でも15分工程だね、大体ね。まずはそのつみれを叩いてやるか。叩くのもいいと思うね。あ、叩いてみよう。やったことないけど、これからやってみよう。俺は生まれて初めてイワシのつみれを作る男たち。で、その後でサンドイッチだね。パヤッパイワシね、4匹4匹つみれを使って、私はこの日のために生きてきたんだって感じでね。やっぱ何それ。いいんだよ、あとデバでやりましょうかね。デバで叩きますよね、よくね、こういうね。綿を取ってやって、綿は取らんとダメやね。ね、綿を取って、そうだよね、すり鉢でせろうかと思ったんだけどね、これ多分すり鉢ですらないといい。あれ、じいちゃんか。ちょっと今じいちゃん来られるんで困るね。もうちょっと待ってくれよ。もうちょっと待ってくれよ。欲しいんでいいかよ。はい、こっち側でね、水を出してよく中を割って開けるよね。最近内臓取り切ってなんだよね、びっくりしちゃったよ。最近内臓がない状態のやつでよく売ってるんだけど、このお腹のところが裂けてないんですよね。なんでかなと思ったら、ここをこう口からなんかこうギュッて入れてグリグリってやつこう取っていくやつがあるみたいね。果たしてうまくいくかね、ちょっとやってみましょう。まあ手で開けばいいからね。手で開いて骨は取っちゃいましょう。小骨も出るけど、小骨はそんなに気になる。これあげますから。あげるって言ったのはプレゼントじゃないよ。骨せんべいしますからね。イワシの手開きはね、骨せんべいになるから。
いいよね。ああなんか、ああビール買っていけばよかった。でもな、また東京打ち合わせ行ったらいっぱい飲むしな。パヤパー。まあ、どっちでもいいね。人生ってそういうもんよね。はい、寝てみだけよ。おいわしなかなかいいじゃん、開けて。ミキサーでウィーンってやるのもいいらしいよ。ミキサーさ、洗うのが大変でな。わしはそれで嫌いなのよ、洗うのが嫌だな。洗うのが嫌なわけじゃないよね。ここに、ちょっと小さかったかな、ネギだね、ネギ。はい、ね、ネギネギと生姜を入れちゃおうか。生姜もこうやってね、細かくしたってやれば。ちょっとこれ小さいな。ほら、まな板小さいね。まあいいよね。ダメだな、小さいな。やっぱ出るはあんま向かないね。やっぱりもっと大きいまな板で。まな板でパヤパヤ、大きいまな板で、ね、この人たちはここに刻んで入れちゃって、どんつく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 、あの切れ味がないとダメだね、どうもね。これね、こうやって、はい、じゃあ行きますか。中華包丁、跳ねるかな。まあ、この服はもうもうそろそろこの服は洗濯だからいいよ。でもやっぱりわしとかが跳ねてたら嫌だよね。あ、ネギ落ちた。よいしょ。はい、落ちました。入れちゃいました。牛肉と違って油があれだね。どうなのね、これね。うわ、耳が。卵と粉だろうね。今までの経験だと油に入れると粘着が深まりますよね。ああ、なんかこう、赤いエビみたいなの入ってもうまいかもね。エビ、エビ、つみで団子。やっぱ、あるかな？あったけどねえわ。こっちだな。ホルマン、赤いエビ、赤いエビ、どうな。まあいいや、今度だな、今度。これがうまくいけば月という日もあるでしょう。うまくいかなければシェフ交代。生姜とかね、生姜とネギが一緒にこう戦ってきますからね。どんつく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 。卵とね、小麦粉ですね。片栗粉でもいいかもしれないけどね。こうなんかなめろうだよね、まるで。あ、塩入れるの忘れてた。塩ね。
味噌でもいいかもしれないけど、まあ今日は塩にしましょう。そうだよね、これなめろうだよね、早い話。いや、遅い話もなめろうでしょ。なめろうって何でやるんだっけ。最初ね、ギス探したんだけど、なかったんですね、ギスがね。フライパンで焼いてもいいからね。じゃあ卵を。に卵に小麦粉、おい卵流れんじゃね、流れちゃダメだよパイアッパー。そんなこと言うなら小麦粉を早く援軍してください。小麦粉の援軍パイアッパー。あ、もしかしたらこっちに来たっけ、赤い魚なかった、赤い木なかったかもしれないね。どんつく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 、ね、つなぎが入ると急に固まってきますね。高温だろうかね、低温だろうかね、どう考えても低温だよな。160かな。180でもいいような気がするよね。あ、腹減った、早くトースト食いって。じゃあそれだけやれよ。なんでおでん作り出すことになったん。いや別に悪くないでしょ。ちょっと卵は強かったかね。もうちょっと小麦粉入れちゃおう。あんまり多いとダメだもんね。少なくてもダメだもんね。ちょうどいいぐらいが。なんでもそうだよね。中庸こそが一番。そんなわけねえだろうが。俺何にも中庸じゃねえもん。極端な人間。まあ極端をこうやってってさ、それでだん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 自分が何者かって見えてきますよね。いい話だろ。イワシのつみれだね。よし、じゃあこれでもういいことしますか。はい、じゃあそろそろ油の温度を入れておきますかね。でこれも当然のことながら揚げちゃいますんでね、これもね。オネセンブリ、オネセンブリはこのまんまでいいかな。ちょっと粉振るか、塩と粉だね。ね、こうやって塩して片栗粉入れて、そしたら効果ですね。よし、大根がね、そろそろ下ゆでがちょうどよくなってきてますよね。うん、いい塩梅だね。でちなみにこれが朝のまゆちゃんの魚を揚げた魚です。鶏を煮たやつですよね。煮た煮汁です。160度でいくか。パイアッパーをちょっと片付けて、おでんは結局は今食えないからね。これ夜だからね、食うのね。それでこれはね、大根でちょっと水でね、組織の中から油出てきてるのをこうやってね、しちゃいましょう。
まあ、悪かどうかわからんけど。あー、美味しそうだね。もうちょっと煮ればよかった。ちょっと硬いわ。まあいいよ。で、これと腕卵をゆっくり煮ていきましょうかね。あと、こんにゃくだね。腕卵のこんにゃく。こんにゃくも出さんとな。それこれは骨せんべいでしょ。骨せんべい。ああ、腹減った。骨せんべいのにこれはね、片栗を取っておきましょうか。骨せんべい、骨せんべい。骨せんべいは190度だね。温度高くなったので低温でやってみようか。どんななるかな。やったことないからね。やったことないことやるのって大事ですよね。やったことないことやるの大事です。はい、じゃあ平たけを。今日ね、おでんって言ってもね、平たけと大根とゆるゆると煮るっていうのがねメインの目標なんです。それだけなんですよね。おでんっていうとね、なんかいろんなもの入るのをイメージするけど、こういうなんかわずかな生き物たちだけを味を大事に食べるのがね、いいですよね。おや、おじいちゃんかな。昆布が入ります。巻き昆布、巻き昆布をね、これ使うといいですよ。このぐらい、このぐらいでいいかな。巻き昆布戻すのはもうちゃんとこれから煮ますよというところで戻すのが一番ね。これ朝の鶏の汁でしょ。ちょっとこう浸してあげるとすぐに巻き昆布開いてくれるんでね。開くと同時に、なんていうの、お、160度になりましたね。じゃあ行ってみるかい。行ってみるかい。ファイアパワー。ここ。この中にもみんな入れてる。入りました。あ、ちょっと落ちた。もう一回に、はい。はい、入りました。これね、天ぷらお玉。これね、天ぷらお玉ですから、ここにこう取ってあげて、このぐらいだろうね。このぐらいでいいかな。はい。うわ、ほんと160度お前。聞いてあげなきゃダメだよね。ほんと160度なのお前。天ぷらお玉にね、取ってあげて、この人を、高温かな。なんか間違ってるような気がしてしょうがない。でもまあこればっかりはね、最初の調節線でしょ。それ誰も教えてくれてないんだからさ、失敗しても文句がある筋合いはないよね。このぐらいまでいきますか。こ
ここ換気がね行くのしかできて、あ、やっぱそのあいい香りがしてきましたよ。それでこれをね、ね、このちょっとで火をつけましょうか。昆布をね、ゆっくりと煮てやんない。うまそうじゃろ。まあいいよ。あー、はい、早くハンバーグ食いて、サンドイッチ食いて。はい、まずこれはね、入りますね、こっちね。それと、バター出しっぱなしだぞ。三つぐらいね、こんなく。終わるとちょうどいいですね。はい、入りました。お、どんなだろう。何十だ何十だよ、ベイビー。何十だ、ベイビー。ポイポイ。お、マイちゃん、マイちゃんね。あ、なんか面白いぞ。さつま揚げっぽくねえな。けども、まあ中まで硬くなってるのが分かりますね。いいかもしんない、これ。低温で正解だね。イワシの、なんて言うんだろうね、これ、つみれ団子。イワシのつみれ団子揚げ、このまま食ってもいいかもね。ちょっと量多いもんね。はい、じゃあ残りのことを入れちゃいますか。大根が美味しい季節だよね。このイワシもうまいからね、最高かもしれないね。うまい。もうちょっと上がってた方がいいね。うん、そしたらもうちょっと上げよう。はい、 OK。 うん、これちょっと入りすぎかもね。なんかもう炭で入る場所ねえよ。いい
ことにすっか、あれはあれで食えば。そうしようか。なんかサンドイッチ作んなくてもいい感じだね。もうこれで十分食えば。レタス買ってきたんだよね。ちょっと二度揚げにしよう。最後190で揚げよう、もう一回。よし、そう決めた。ちょっとあの骨せんべいできるからね。はい、じゃあ190度に今向かいます。その間にこっちが煮え始めますから、これを乗せましょう。いけない、ゆで卵入れるんだって。これ入る場所ねえね。2個ぐらいでいいか。あとなんか作って食えばいいか。いい加減だね。まあいいよ、これで。つみれ団子少しだけ入れましょうね。ということで、これから何か作ります。ちょっと寒いですけど、辛いですね。これ上を少しだけ、今日はもう一段落してるんだ。楽しい料理の実験の日だよね。楽しい料理の実験の日。早くもうちょっと水入れてるのかな。昼夜みんな食えるもんね。そうするとね、入れてやりました。うん、まあみんな入れたもんじゃん。はい、じゃあこれからサンドイッチ。あれは今ピピ言ってたね。バターサンドですね。これ3枚ありますから、多分つけていきましょう。これ190になったの？なったみたいなね、190がね。はい、じゃあ行きますか。これ2度目です。あんまバシェって感じなんだろうね。もうちょいしたら投げちゃいましょう。まあ中まで上がってないと美味しくないだろうね。うん、あ、上がってきてる。あ、いい感じ。さっき持った時ちょっと柔らかい感じしましたからね。うん、いいんじゃねえの。おでんに入れてもいいね、これね、やっぱり。うん、ちょっと油切ったらおでんに入れちゃいましょうかね。はい、190度のまま、次はこれせんべいですね。ほら、せんべい。はい、これを加えます。
ですか。やっぱバターサンドってさ、何が面倒くせえかっていうと、バター溶かすのが面倒ですよね。でそれをパンに入れるのもまた面倒でしょうね。だからこれ、あの、なんだっけ、三つ星シェフ、フードなんだかって始めましたっていうね、フードトラック始めましたって言われてたんだけど、まあ、アメリカとか一番楽だからね。これ、これ、ここでやってみましょう。これはね、このまま使います。レタスが。バターがこう溶けてますよね。溶けてきたら、バターをパンで抜くってやつ。ね、抜いてきた。で、弱火ね、弱火でゆっくりと。してるところに、これ中段にしてやろうか。こうやって裏表をまずつけちゃいましょうかね。裏表をきれいにして、いやー、やっぱ中段じゃダメだな。2段でいった方がいいな。チーズ塗って、レタスをよく絞りますね。そしたらもうちょっと土を浴びて、レタスを上に持ちましょう。前も動かしましょう。前も行けたら、うるさくなくなったらもう OK ですから、 OK。 でこっちね、この上に前を塗って、で、のっちゃうね。すんごいね。で、そこをちょっと見てやると、ほら、パリパリになってでしょ。そこパリパリだろ。で、このままちょっと一旦ストップ出して、もう一回バター今度これを逆さまにね、のぞいてみましょう。で、拭った。バターを拭う、バターを拭う。あとパンとバターがね、こううまく合わさるからね。野菜とかもちょっとこう中に放り込
込んであげるとベリーグッドだ。温まってきますからね。それで落ちたらどんどん出てくる。その隙におでんの方は、おお、いい感じになってきましたの。これ鶏ガラだけですからまだ全然味が入ってないね。うん、昆布の味が美味しい。行きましょう。イワシのつみれ揚げ。旨味が出てくるでよ。おでんの素です。それいい。ちょっと少なめに入れますよね。そうするとね、味がちょうどうまく入ってくるね。どんなかの、つみれ揚げがね、欲しいと思うよ。おお、ボディブローのようによく効く。びっくりこう。で、サンドイッチの方は中からね、味が上がってきて、ほら、底がもうパリパリだろ。またこっちもちょっとだけプレスね。あの、パンプレスでやると本当にもうプロパンプレスになっちゃうから、それをね、ちょっと代用してあげよう。ほんとこれ素敵な味ですよ。バターがね、本当によくね。で、じっくりじっくりこれは、あの、味が入ってってくれるからね。ほら、うまそうじゃの。ずいぶんこう、小さくなったのがわかりますね。野菜もこう、美味しくなって。次はこれやっちゃいますんでね。もういいぐらいかな。ね、おでんの方はこのまんましばらく30分ぐらい煮ればいいんじゃないかな。大根もそろそろいい感じだからね。うまそうじゃの。つみれがどう出るかが問題だね。うん、もう満点。これまだ残ってますからね。はい、じゃあパンプレスの方を切っちゃいますか。はい、刺身包丁でね、切るのが大変です。ほほ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 ほ。誰かどっかからビール持ってこいだな。これじいちゃんにね、ちょっとあげないといけないんでね。で、ここのね、バターをもうちょっと使いましょう。バターはほどね、数奇な運命をたどった食べ物も少ないですよね。あんまりダメだダメだと言われながら、今あのマーガリンが不人気なんで大人気になっちゃいましたね。こうやってバターをね、拭うのね。で、拭ってやると味が入っていくんだね。で、まあちょっと火つけましょう。あんま強くないとまずいんでね。この肉をね、出すっぽいでやって。こんなでいいの。はい、やっぱチーズを多めにしましょうね。あっちの倍の量になるんですね、パンあたりのね。ちょっと肉入れてる。
ょっと少ないね。まあいいよ。食べ。こうだね。これは半切れ。1枚を半分に。火つけて。弱火でね。こういうなんかここの上の油を拭ってるんでしょ。サンドが中に熱が入るんだよね、これでね。焼きサンドとかより僕は好き。もう最近焼きサンドメーカー使ってません。で、こっち側が、はいはい、おでんが出来上がり。あ、いい感じで抜けますね。つまり昆布とか魚とかの美味しい味がみんなこう一回外に出て、それがゆっくり中入っていくでしょ。それが素晴らしいんだよね、これね。誰かどこからビール持ってこう、ビールね、こうやってこうね、炭でがね、こうなってますね。もしかしたらこれは美味しさの芸術品だね。鶏肉これに入れてもいいね。多分ね、あのさっきの蒸し茹で鶏があるからね、あれ入れていいでしょう。これでこうなって、サンドイッチの方も一枚の時は半切りにしてこうすればいいですからね。この中のチーズがトロトロですから。でこれをやってる間に少しだけ片付けしましょうかね。この人たちは冷蔵庫だね。誰かどっかから、よいしょ、発泡酒飲むか。発泡酒じゃねえ、飲まねえ、まだ仕事ある。やっぱやっぱなんかギギしいよね。あの言ってることとやってることが関係ない。マスターじゃん。はい、ということで、おでんと美味しい焼きサンドがね、出来上がりました。誰がこのような結末を予想したであろうか。ほら、なんかチーズがトロトロなの分かるでしょ。野菜もちょうどいいです、ジューシーで。はい、じゃあ焼きサンドと、ジューシーおでん。皆さんも美味しいお昼ご飯作ってちゃちゃっと食べちゃおうじゃん。 じゃあね、もう夜の何もしてない。